ございます。では続いて見せてください、こちらです。アニメ対決。アニメ対決、こちらももう見てお楽しみいただいてから話聞きましょうか。はい、では行きましょう。チーム青、チーム黒、続いてアニメ対決です。ポケモンゲットだぜ。タムケさん、もうちょっと負け認めますわ。正直、ちょっとすいません。ちょっと待って。お前キャバクラ嬢の休日やないねんからさ。それ来たんやったらなんかしてくれよお前。それそのままお前コンビニ行ってしもたらもうそのままやんか。ちょっと今日っていうか今回勝てないっすよ。いや勝てないです。ちょっと待って。次行く、ちょっと待って。あ、これがチーム黒。ふた真ん中や、真ん中や。リアル。俺も絶対喋とってもらわんとね。俺も待ち受け決まり。これはもう勝たれへんわ。タムケさん、勝てないでしょこんな。これは勝てないですって。いやもう無理や。ではちょっとキャプテンも出てきてもらって。はい、お願いします。いやなんか喋ってくれるはず。あれちょっと待って、ちょっとあれなんか来た。あれちょっと待って、喋りは無理ですよ。ちょっと待ってなんか来た、なんか来た。はい、え、なんや、どういうことや。何これ。なんだこれ。やっとさんとちょっとアンパンマン、アンパンマン、ちょっと怖いから助けて、アンパンマン。じゃあ3人並んでもらいましょう。はい、3人並んでください。ここに一列に並んでください。誰、ちょっと前ちょっとガンバのオフィシャルの写真しっかり撮って。前もう万博の上とバーカだろこれ。いや、タケ、お前が語れへんという意味が分かった。あの顔が2つあるアンパンマン初めて見た。これはやらせたら怒ってくるんちゃうかな。これはびっくりやわ。ふた、はい、誰が考えた。多分梶明です。裏のプロデューサー、なんであいつこうやって人のは面白いなのに自分あかんの。あれそれもまた長所なんでしょうかね。相撲取り孫悟空と今2連敗してますから本人は。さあそして気になる真ん中、気になるこの方が誰なんですか。 誰ですか。一旦もめん出す。いや分かってますよ、一旦もめん分かってますけど、アンパンにされたあなたは誰なんですか。一旦もめん出す。もう彼の名誉のためにも一旦もめんで終わりましょうか。終わりましょうかね、皆さんこれが誰かはどっかで聞いてください。はい、そっちの方がいい。言うとく、一旦もめん出す。では判定をタムケンさんお願いします。判定も何もうこれこっち黒やろ、判定黒。はい、ということで二川選手はアンパンマンでした。一旦もめん、そして武井選手演じるピカチュウ、以上3選手どうもありがとうございました。お疲れ様でした。いやちょっともうおもろいわ。さあそれでは子供たちに楽しい時間を過ごしてもらいましょう。続いての対決こちら、本気引き対決。本気引き対決いきましょう。はい、ではいきましょう、お願いします。本物来た本物が食べに来た。うわ態度悪だろ、私。あ、はい、ということでもう今日は本当に見応えのある対決が多い。本物来ましたよ。はい、本物ちゃいます。本物違うんですか。嘘でしょ、本物です。本物です。とガチャピンって言われていいですね。あ、嬉しいです。嬉しい。はい、これどうですか、家持って帰って。これ子供とサッカーします、これ。不審者です、それは。
つって、こんなにすんたらずある？こんなに肌露出することある？さあもう作ってるメーカーもそれは藤ヶ谷君が着るとは思ってないからね。どうですか？奥の蓋を。ご気分は？名前。マジでなんかタイトのお兄さん狙ってるなんか。だから子供ばっかりやってるけど。そうですね。子供の好感度上げようか。そうやね。じゃあね。さあというわけで。はい。では三沢さん。二人とも登場しただけというこれですか。はい。もう本当にシンプルな対決。では行きましょう。もう少し前に出てきてもらって。前に前に前に見てもらおうちゃんと。はい。ああ面白い。ではタムケンさん、ポンキッキ対決、はい、安定お願いします。これは初勝利青ガチャピン。おめでとうございます。初勝利。そうなんです。いや嬉しいです。チャンスが初勝利をもたらしました。キャプテン誰ですか？キャプテン山口です。ここにかけてました。ここにかけてた。遅いなかけんの。もう佳境やでこれ。はい、ということで遠藤選手、藤川選手、ありがとうございます。